ボンジョルノ、あっちゃんです。今日はね、4月の13日か火曜日です、はい。今日はちょっとね、食材買いにお買い物行くねんけども、ちょっといろいろね、出ていこうかなと、出ていくじゃ、いろいろちょっと行こうかなと思って、朝から出かけてお昼外で食べようかなと思ってね、この前ね、ソーレ作ります。視聴者さんね、ワイサチさんからコメントくれたんで、今はま寿司桜井店80円だよ行こうってなってエヴァコラボ行きたいからね。でもいいか、まだ学校ちゃうからさ、なんか行くって言ったら、うんって言うから、じゃあ一緒に行こうか。ヒカも服欲しい言うしね、普段着る服ね、学校制服ないからさ、通信やから、だから学校着ていく服とかも、この前ちょっと買ってんけど、もうなんちゃうか、この前だからちょっと買った、涼しい時期に買ったから、もうちょっとあったかいくなってくるから、涼しい服がいいよ、涼しいってちょっと軽い服がいいよねって話でね、買い物一緒に行こうかって。いただきます。もうね、悩んだ、いろいろね、また話そうかなと思ってんだけど、いろいろあってね、学校のこととかいろいろあったんやけど、隠す必要もないかなと思って、まあ、学校名とかは言わんよ、もちろん、とある学校やねんけども、あなた嫌がらせでとるけど、まあ本人もそんな大した理由っていうか、ティッシュどこ、大した理由っていうか、理由自体は本人もあんま分からへんし、ティッシュ丸めてる、理由がそんなに分からへん状態で、ちょっと不登校なって、まあこれもね、子供の頃そうやったのよ、ミキちゃん亡くなってね、これまたちょっと今度話しようと思って、なんでこの話をしようかと思ったか言ったらね、ちょっとね、ここ数日ね、ツイッターでね、リツイートされてる記事がいっぱいあって、結構この時期みんな進学とか、そうですかってね、やっぱ不登校で悩んだある親御さんが結構いっぱいおって、ね、うちの子も不登校なんだとか、不登校でようやく学年変わったから行ってくれたっていう記事とかね、逆に学年変わってすぐに不登校になったとか、そんな基準で不登校の子どもちゃんたちで、逆に不登校で悩まれてる親御さんたちもいてるから、配信者としてその話でね、勇気つけられたらなと思って、でうちのことやし言っちゃおうかなと思ってね、でまた今度その話詳しくしようかと思ってんねんけどね、あれだね、やっぱり大切な我が子やからね、守ってあげんな親しかいてないね。だからその話を今度しようと思ってね。今日はちょっと総理やから、他の、そのね、10分ぐらいでまとめたいから、ざっくりしか話できへんねんけどね。人生っていうのはね、人それぞれで、どんな道歩いても、結局、ゴールにたどり着けんねん。そのゴールは、どんなゴールかって言ったら、自分が作り上げて、納得いくかいかへんか別としても、最後は誇れる人生を歩めるってあちゃんは思ってね、どんな人生を生きてもね、まあ人に迷惑かけたりそんなことしてたら誇れへん、そうじゃなく人に迷惑をかけずに、あるね、最低限の、ね、ことさえ守っときゃ誇れる人生を送れる、ね、だから他人にとやかくガタガタ言ってするよりも逆にまだ言われてる方がマシ、ね、だから他人に迷惑さえかけんかったらいい人生送れるんじゃないのって思うからね。だからとはどう生きるかやと思う、ね、だからね、いろんなことであっちゃんもいろんな経験してきてるからね、自分を含め両も夫婦もそうやし、うちの兄弟とか親とか、ね、友達とかいろいろ見てる中でね、いろんな人生を見てきてる、それでできる限りのアドバイスというか、できる限りの、ね、エールを送ってみんなが幸せになってくれたらなって思うんでね、体験談っていうのをこう話するってすごいいい機会じゃないのかなと思うね、うん、まあそんなのは別としてね、ちょっとね今日ねお買い物行こう思ってんだけどね、まあもうね、うん、高校になっても一緒にいてくれるってすごい嬉しいことやしね、で一緒にまあお洋服買いに行って、であと食材買って、でちょっとねちらっとお散歩しようかなと思ってんねんけどね、それも含めて今日お出かけしていきます。うん、朝からのね、ソーレはね、美味しい。岩塩はちょっとね、しょっぱさがすごい強いのね。海水塩はどっちかってちょっとマイルドやねんけど、
で、あっちゃんはね、まあどっちも好きやねんけどね、味的には塩やね、結局。でもやっぱりね、そのミネラルの入り方とかいろんな違いで岩塩とチャムのね、海水の味っていうのは、だからそのお肉を焼くときに岩塩で焼くとすごい美味しかったりするし、で海水塩は海水塩でまた使い方使い道が全然違う。野菜なんかで海水塩すごい美味しいしね、直接舐めるやったら海水塩やしね、な感じでね、いろいろそういう、なんちゅうかな、塩の使い方とか、ちょっとあちゃん今日ね、いろいろ出かけるのにね、塩をね、持っていくのは、マイ塩をね、持っていくねんけどもね、ちょっと今、これマイ塩ポーチやねんけど、これアグニの塩、これ岩戸の塩、ちょっと入れとかなんないね。で、水筒の中に入れる怪しげな白い粉これをね、何パックか持ってんの。で、そろそろね、夏場で汗かく時期になってきたら、これ 2.5g やね。で、あっちゃんの水筒500やから、500に 2.5g 入れたらいつも飲んでるこの海水塩なんだけど、そろそろね、汗かく時期になってきて、これからね、ちょっと ロケとか、外歩きするときに汗かくようになってきたら、この 5g を作ってね、 5g で 500cc で 1% の、 体液に近い海水塩を作ると蛍光補水液、ポカリみたいになるんでね。でこれに2本作っといたら、ちょっとしょっぱいからね、ごくごく飲まへんねん。ごくごく飲んでも結局吸収せえへんから、チビチビ飲むようにしてんねんね。でちょっとね、今ね、こんだけほど作ってるけどね、パケを5g 2つと 2.5g 6個入ってんねんけど、要はこれだからちょっと 5g 欲しいんだと2つ使ってもいいしね、こうやって作っといたら、ちょっとした時に飲めるしね。で、ね、これをまあポーチに入れといて、で、塩やねんけども、最近ちょっとね、昨日あっちゃんツイッターでちょっと見つけて、えらいもん見つけてしまうてんけど、醤油という名の、怪しげな黒い液体、コーラちゃうかっていうね、醤油っていう名のコーラをね、見つけたんで、醤油もね、もう持っていこう。やっぱりね、もう最近ちょっとね、調味料の、マイ調味料を持っていこうっていうのは、ちょっとやっぱり、ツイッターでもやっぱ言いかけてるもんね、これちょっと。一滴出てるしね。うん、おいしい。時あるべし。あちゃんちで今一番いい醤油使ってるの。これをね、一緒に、これこぼれたら怖いからね、ボトルの中の、ちょっと入れてね、これをいつも持ち歩こうと思ってね、昨日ちょうど準備してたのよ。うん、これは家のやつ、間違えて入れてんけど。これは岩戸。で、アグニはね、子供がよく使うから、白パックに入れてあるんだけどね。こんな感じで、卓上でも塩を分けてんねん。お料理にパラパラって追加で入れるのにね。だから子供は、アグニと和歌山の塩とこれと。で、あれと、アグニの、ね、天品をいただいたやつをね、子供すごく好きで食べててね。やっぱりね、アグニの天品が一番今のとこ、美味しいな。あれも美味しかったね。山塩小僧も美味しい。やっぱりね、フルルドセル、塩の花。そう。ひらがまはやっぱりね、熱入れるから細かくなるのね。で、完全な天日塩っていうのはほんまに塩の結晶になるから粒が大きいね。で、味もやっぱり40日50日かけて作ってるからしっかりしててね、本当にやっぱりいろいろ食べる中で天日塩がやっぱ美味しい。で、あっちゃん天日塩って言ってるけど、天日じゃなくひらがま塩やね。釜でやっぱり釜茹でしてね、そうすると粒がこう細かくなったりね、もちろんサラサラでいいんだけどね、やっぱり天日でさらして何日もかけて干からびさすっていうか、結晶にさせた塩はね、味の入りが全然違う。ただもちろん値段はめちゃくちゃ高いけどね、だからそれをまあ使っててね。だからとかで、あとこれはゲランドの塩を使ったトリュフの塩とかね、まあ、こういう調味料今卓上にいっぱい置いてあるんだけどね、人間って塩ってすごい大事みたい。だからあっちゃんちは塩にこだわるっていうのが今大変なもんな。あっちゃんちのあれになってるのね、デフォルトになってるんだけど、塩にこだわって、で
もちろん塩で作ったもの、醤油、味噌もこだわって。で、あと食材はできる限り無農薬、オーガニックにこだわる。で、お肉とかね、鶏とか豚とか牛とかね、卵とかはほんまに自然な作り方を、自然な育てられ方したものをいただく。だからもちろんね、ジビエが一番いいのやろうけどね、そうやっていただくことによって、ね、あとはね、変なものを食べないっていうことをやっていくと体自体すごく変わってくると思うね。あっちゃんもやっぱり体調も良くなってきてね。だからほんまにね、眠いよ、でもしんどいしんどいって言われなと、あれだけ毎日しんどいしんどい言うて、エナジードリンクの乗ったあっちゃんがね、エナジードリンクのエナジーもないよね、一滴も飲もうとしない、やっぱり体調が変わってきてんの。でもやっぱり季節の変わり目とか気候とかで頭痛したりとかね、それは出てる。まあバイクでこけて、ね、むち打ちやってるから、ね、どうしてもその辺出るのは仕方ないかなと思うけど、それでもマシにはなったような気がするね。で、季節のアレルギーもかなり良くなった。でもケムケムにはやっぱりきつい、まあ、そういうのもあってね。でも体調自体はすごくいいんじゃないのかなとは思ってんだよね。だからほんまにね、しんどいなっていうのがなくなった。で、だるくても動けへんのがなくなったね。それと風邪引きがなくなった、風邪ひかへんのった。それとね、あとね、なんかこうね、なんかやりたいっていうこうバイタリティがすごい出るようになってきたね。こんな感じでね、やっぱり体調はかなり良くはなってきてるような気はする。だからそれが僧侶の効果であったり、重曹の効果であったり、食の効果であったりね、あーちゃんがいろんなことやってきてるけども、一つやっても結局一つやねん。トータルバランス、これいつも言ってるけどね、いろんなことをやることがすごい大事やねん。だからいいっていうことをやっていく、だったら食にしてもそうやし、食べ方にしてもそうやし、だからね、野菜を食べてから肉食べましょうっていう間違えた情報を鵜呑みにしてやってきたけど、そうじゃなく肉を食べてまず胃液を出してからね、消化に悪い野菜を食べるの方が絶対体にいい。そういうのもね、変えていくことによってね、体調ってかなり良くなっていくと思うね。でこれからはね、本当にそういうね、いろんなあっちゃんがね仕入れたよいいであろう情報をこれからはもう、アップしていこうと思ってんだよね。みんなでね、健康に笑えて楽しく生ける人生、それが一番やと思うんだよね。だから今はね、昨日動画出したと思うんだけど、眠い眠い好転反応で眠い眠い、はいということでね、今日のあっちゃんは楽しく、お買い物行ってきます。ではまたね、バイバイ今日も一日よろしくね。